こんにちは。日本総合園芸生け方講師の福本でございます。毎週お楽しみにしていただいている生け方の手引き書は、表面もですが、裏面もお楽しみにご覧いただいておりますでしょうか。今まででしたら、毎月1回目と3回目のみ、裏面の掲載がございましたが、今月から2回目も、ちょっと楽しいコーナーを新しく作りましたので、またそちらも楽しみにご覧いただけますように。趣味の園芸で有名な奥隆義さんのコラムも2ヶ月に1回ぐらい、それから皆様からいただいたお便りのご紹介もしておりますので、また皆様の投稿もお待ちしております。また YouTube のチャンネル登録もどうかよろしくお願いいたします。今回は渋い姿が魅力の木節で生けてみます。木節はあんまりお花屋さんでも見かけることがないので、生け花の花材を得意とするお花屋さんでしたら扱ってますが、あまりフラワーショップでは見ることがないので、これを楽しみにこの時期お待ちの方もいらっしゃる花材です。ちょっとあまりギューッとすると折れやすいので、まあ少しはちょっと表情をつけてもいいかなと思います。で、姿よく立ち上げます、木節。ちょっとこう、すらりと立ち上げて。で、もう一本は、今入れた木節の3分の2程度の長さで、前傾させつつ、こういうふうに極毛は斜めに足元をつくと刺さりやすいので、斜めに切ってこうやって刺してからギューッとこう前傾させて、いい感じに間合いを取って入れます。で、次にラナンキュラスです。ラナンキュラスは可愛いですね。ランキュラスとかチューリップとか春の花は表情よく棒立ちにならないように入れて、でもう一本は手前に前傾させて、こういうふうにうなだれて見えないようにお花が太陽に向かって上がっているような姿に入れて、で前傾させて、一本はちょっと右、一本は正面ぐらいの感じで、これはもっと開いてもっと大きくなっていきます。なかなか日持ちもする花材ですので。で、次に、アルストロメリアを入れます。アルストロメリアは、結構ぶわっと広がってるタイプと、キュッと締まってるタイプがありますので、広がってるタイプはちょっとこう、散漫な感じがしていけにくいなと思われる場合は、セロテープを使って、ふわっとまとめて、軽く、あまりぎゅうぎゅう縛らずに、ちょっとこう、広がりを抑えるようなイメージで、ふわっと、こうしてやると、いい感じの大きさになりますので、このぐらいの感じでされるのもいいでしょう。ふわっと広がってるのがお好きでしたら、テープも使わずにそのまま落ちてください。で、左のかき口に、こんもりとなるように入れて、アルストロメリアを雰囲気よく。で、最後にドラセナゴットセフィアナですが、ドラセナゴットセフィアナは茎が細いので、剣山に刺しにくいというお声も時折聞きますので、今回の場合でしたら、ラナンキュラスの茎やアルストロメリアの茎を切って、こんな風にして差し込むのも良いですが、こういうふうにちょうどいいような花材がない場合は、針金で足元をくるくるっとまとめると、切り落とした茎と何か他の花材と、ドラセナゴットセフィアナをまとめて、こんな風にしてワイヤーで巻いていただくと、どんな細い飾りも留めやすくなりますので、このワイヤーは当社で取り扱っておりますので、お電話いただきましたらお花と一緒にお届けすることもできますので、お問い合わせください。これは26番のワイヤーを使っております。こんなふうにしてぐっと刺してから、ちょっと前傾させるような姿にして、先に入れた木節と2番目に入れた木節と、今のドラセナゴッドセフィアナで右下がりの不等辺三角形の骨格になるようなイメージで入れていただくと良いでしょう。木節とラナンキュラス、アルストロメリア、ドラセナゴッドセフィアナの森花の出来上がりです。